はい、じゃあ閉めます。はい、では次、有識苦難儀の、2番目に行きたいと思います。まあ、有識を学んでいきますと、一般の私たちは、本当になぜ識なのか、ただ識のみと言われた心がなかなか我々、凡夫は理解しがたい。それで9つの、難儀、9つの疑問、皆さんが多分こう思うだろうということをですね、9つ選んで、それを教えとして論破する、その考えは実は有識なんですよ、我々の間違った考えを、全部破っている、そういう教えを有識苦難儀と言います。9つの疑問質問に対して答えた。最初は、有識の根拠、経典上の根拠は何であるか、理論的なまた根拠も一斉試験で、解かれました。で、2番目はですね、これも私もかつてはそうでした。世事回収難という疑問でございます。これはちょっと難しい漢字があるので説明が必要ですけども、まず世事、これは世間ごとね、世間のこと、我々のこの世界を仏教では世間と言います。これ実は仏教の言葉、世間と言ったら我々の迷っている世界、我々が住んでいる世界、迷っている世界、苦しんでいる世界、仏教では世間と言いますね。この世間のこと、ちなみに仏教は出世間と言います。我々は過去からずっとね、輪廻しておりまして、世間でずっと今の今まで過去古い輪廻の歴史がありまして苦しんできた。で、仏教の目的は、この世間から脱出する、出世間、これが仏教なんですね。仏教といったら出世間の教え、世間を出る、脱出する、迷いの世界を離れる、これが仏教でございます。世間を出る、世間にではありませんね、世間を出る、世間をでありますね。迷いの世界を離れる、脱出する、下脱する、これが仏教の目的ね。出世間が仏教でございます。ここは私たちね、知っておかねばなりません。ただ世間で言ったら迷いの世界なんですね。で、こう世間の事柄を見ていくと、我々凡夫の常識から言ったら、有識の教えは到底信じがたいものでございます。この我々の凡夫の常識を言い換えたら、外界実在論者と言います。世間的常識の立場、これが我々なんですね。普通の人はこうなんです。仏教ある程度聞いてもどうしてもね、この考えが拭いきれません。でもね、仏教はこれ凡夫からね、離れて凡夫じゃない、つまり菩薩になって悟りを開くのが仏教の目的ですから、これから離れていかればならないんですね。我々は世間的常識の立場で、考えている。まあ、それは後でこれ説明あるんだけども、これはどういう非難かと言いますとね、まず世間ごとね、この世を皆さん生きてますけども、一定のこの世にはね、一定の時間的空間的秩序がありますよ ね。見ている通り、私たちの迷いは自分が見ている通り、思っている通りに世界があると思ってます。ガーンとね、実体化する、固定化します。だ、自分がこいつは嫌いだと思ったら嫌いなやつがいるとかね、自分が思った通り、自分の考えは正しい、これが我々の恐ろしい迷いね。私は正しい、間違ってるのは社会だ人だと思ってるね、これが大体我々で。世間事から言ったら、仏教のこのね、有識はね、背くんですね。これ書いという字はこれね、こんな字書く、千という字に北を書いてね、これ背くと読みます。まあ、背くという漢字がこの戒という字ですね。世間の、ね、胸に背く、ね、我々の考えからは背いたのが有識の教えなんです。胸をどういうかね、これ大事なものですかね。世事に、まあ、意味から言ったら、こう世間、有識の教えは世間ごとから背いている、ね、そういうね、難儀、合わないじゃないかと。質問はこんな質問であります。一定の時間、
的空間的秩序があるじゃないか、ある以上は何らかのね外界の実在があるではないかと。有志の教えを普通学んだらね、外界の実在はないと教えるんですね。外の世界に皆さんが思っている通りに世界があって、皆さんが思っている通りに人がいるんじゃないと。あくまでもあなたの心の色内の映像というのがありますよね。仏教では色内の映像、これが真理ですね。色内の映像、色、ね、あなたの心の、ね、内側の内色、もしくは色内の映像、これが我々が、見ている、正しいものの見方でございます。色内の映像、これ様像という発音しますね。様像、正確にはでも映像でもいいですね。様像、これギリギリ世間で使うかどうか、普通世間ではこれ映画の映ですけどね、まあ、それでも意味から言ったらいいと思いますけど、でも仏語では、仏教の本では影という字を書きます。あくまでも影なんです。見ている世界はね、これで再現してますから、ね、影なんですね。影の像なんです。相手対象というもの、外界ね、無境でありますけども、境は全部ですね、あなたの荒屋敷、あなたの橋敷の内側の影として、この世界というものがあると。これが仏教の有識の正しい理解ね。あくまでもね、じゃあ外の世界はどうかといったらね、似ているだけだと、下境と言いましてね、外の境界、私たちは外の境界はね、あなたが思っているように、見ているようにあると思ってますけど、仏教ではこれはね、似ているんだと。あたかも外にね、境界があるかのように似ているだけであって、本当はあなたの心の映像なんだと。これが一応真理なんですね。色内の映像である外界はですね、似ているだけ、実際の皆さんが思っている通りの、ね、社会や人や、物柄ではないんだというのが真理ですね。でもなかなかこれは受け入れがたいんで、私たちは外の世界が実際に存在している、自分が思った通りに社会がある、世界がある、人がいると思っていますね。でこれは結束が言ったね、過去の古いね、過去のね、前の歴史があるからです。この外界がね、私たちはもう実在すると、これね、根性だけじゃないんです。過去世からずっとね、生まれ変わるまで明快な人はみんな、迷っている人はみんなね、外の世界が実際に存在すると、実体化するから執着するんです。お金とか地位とか名誉とかね、あると思ってますから、空であれね、実体はないんだけどね、それが私を幸せにすると、外界のものが私の幸福を決めるという考えがもう根強くあって、それが生まれる前から持ってるんです。そういうね、外界が実在するという意識経験があるから、そういう経験が荒屋敷に訓示蓄積されてるから、私たちはね、見たように思ったようにあると思ってしまってるんです。だから私たちはね、たとえ一定の時間、空間的ね、秩序がある以上は何らかの外界の実在があるではないかということでね、この常識論では4つの事柄を挙げてるんですね。生じ真有といってね、例えば場所ね、時間で、同じ時と場所では複数のが、ね、同じ風景を体験できるじゃないかと、働けばあるじゃないかというね、まあ、こういう4つの事柄を挙げて、我々が実際ね、まずこの場所ね、例えばこのね、森田さんのお宅ではね、ここでしか話は聞けない、これも本当ですよ ね。これ場所がなかったら、これで自由に何でもね、場所を作ったりできるけど無理ですから、こういう場所に行かないと聴聞はできないと、まあ、今では YouTube ありますけどもね、まあ、今ならば、皆さんしか話は聞いてません。特定の場所が存在してます。また時間も今しか時間はないと、特定の時間というものが秩序として存在しますね。一定の一つの定まった時間や場所が現にね、秩序として存在してます。で皆さんは今も体験してますよね。
心がちょっとややこしい。この体はね、例えば同じ時と場所があるとしますね。同じ、例えばもし桜が咲いていたらですね、桜の咲いている、ね、場所と時間ではですね、複数何人かがね、同じ桜を見ることができるんです。ということは桜が存在すると、まあ心はこれ体ですけどね、実際に客観的な外界の、世界が存在すると、この何人かで誰が見ても、まあ、人間じゃなければ見れませんけどね、犬や猫は桜と認識できませんが、普通日本人が見たら桜は桜と認識できる、まあ、桜の知らない世界の人がいたとしたら見えませんけどね。はっきり言えば武家では同じ類似の号があったら、偶号があったら見えると教えるんです。同じ号をね共有してたら同じように見えるんです。まあそんなこと考えてなくてもね、普通考えたら同じ時や場所で複数の人が同じ風景を体験するじゃないか、人物を見るじゃないかとね、体ね、やっぱり一人一人体も違う。そして U は働き、例えばマジックがありますね。マジックは誰が書いてもこれ書けるじゃないかと、こう実体があるじゃないかと、こういうような考えですね。で、私たちは過去世から今までね、悟るまではですね、実は4つのね現実経験があるんです。特定の場所があるし、特定の時間もあるしね、同じ時と場所では、複数がね、体というもので一人一人やっぱりね見てるけど同じものを見ているということで、心、そして有は、これ有といったら大体働きですから、仏教でね、用事のようですけど、これ有と発音してね、大体仏教で出てくる言葉では大体これ有と言ってですね、これ働きという意味で使いますから、まあ知っておかれたらいいと思います。結構出てきますから仏教の本に、有と言ったらこれ用事のようで働き、この漢字はちょっと合わないんですけど、でも一応これでこれ働きと呼ぶんですね。意味は具体的なこれ作用の意味、作用ね、作用の意味が有でありますね。作る用事と書いてね、具体的な働き、これが作用が働きね。マジックならば書く、チョークならば書くね、机ならばこういう働きが、それぞれね物柄には働きがございます。これは歴然として秩序があるではないかと、これね、場所時、同じ場所時間で複数の体を持った人が見る、そういった働きがあると。実際我々はこの常識になってね、外界実在論者、これが我々なんです。これがガタピシね、私以外に、私がまずガというものが多分ここにあってね、私以外の他をね、外の世界を外界と言って、私が世界を判断している、実際に存在している固定的なね、そういう実体的な世界が私の外に人や物があると。でそれに執着しているのが我々ですから、外界実在論者が我々の常識でございます。そんな私たちが有意識を理解するのはなかなか困難だから、この2番目の質問が出てくるんです。一般世間の常識の立場はね、こういう4つのね、過去世から今日まで現実経験というものがありますからね、世間ごとに有意識の教えは背いてるんではないかという非難ね。世間のことね、一定の時間的空間的秩序、この世にはね、歴然とした秩序があるじゃないかと。時間空間的にも、今はね令和、過去は昭和というのがあったようにね、時間的にも日本と世界ね、ちゃんと場所が分かれている、しっかりとした一定の時間空間的な秩序がある以上はね、私の外にね、何らかの外の世界の実在があるんではないかというのが2つ目の質問ね。これがこれを言い換えたら世事解消なんて言います。世間のこと、時間空間的な世間ごと、世間の事柄はね、ね、有志の教えはね、胸と背いてるじゃないかと、違うじゃないかと、こういう、質問でございます。
で、この割とちょっと難しい質問というかね、割とまあ頭のいい人ですけども、こういう疑問をぶつけてきた人が現実にあったんですね。当時インドでも、ね、今でもこれからもずっと出てきますから、この質問にやはりね答えて真実の仏教をね、正しい真理を明らかにしなければならない。そこでその答えを玄奘三蔵はお釈迦様の教えに基づいてこの一言で答えています。こういう難しい質問にね、あまりにもね答えは短すぎます。一言、それが答え、無教等のごとし、まさにこの義を釈すべし。これで終わり。意味は、夢や境界などのようなものだ。夢の境界ね、この世界というものは夢のようなものだと、夢の例えで示したらどうだろうかと、こういうお答えでございます。この夢の境界、皆さん夢は誰も経験してます。実は皆さんの人生もね、この世と寝た時の浅い意識の働きを仏教で夢と言いますが、夢とあんまり変わらないんだと。死んだ後もそうなんです。仏教で地獄をね、夢という言い方もします。死んだ後地獄、夢です。実体がないから。でも苦しみはある。ちょうど夢でもね、幸せや苦しみがある、ありますよね。この世も苦しみ楽しみがあるように、死んだ後も苦しみ楽しみがある。それは夢みたいなものなんです。で、仏教ではね、まあ、これがギリギリの例えかもしれません、ね、ただ死後の地獄を分からせるにはね、有識では夢の例えを使うんです。地獄は存在します。でもなかなか分かってもらえないんで、罪悪の深い人は地獄に落ちます。それは地球の底にあるんじゃなくて、あなたの心が生み出す。仏教ではこの心のエネルギーが、輪廻させますからね。で、その地獄の世界は見えませんからね、我々の五感では、凡夢の知恵ではとても死後の世界、ね、過去世も未来世も分かりません。でも分かるギリギリの例えが夢の例えなんです。お釈迦様にはいろんな例えがございますけどね、やはり私はこの例えが一番うまいんじゃないかなと思います。まあ、これ以外に何か例えがあったらいいんですけど、まあ、仏教ではあの幻を、ね、8つぐらいに分けてね、板起章の中にはね、あのいろんなあの例え、幻とかあの陰楼とか、このよく似た例えが、夢以外にいろんな例えがありますけど、ね、まあ、どれでもいいんだけどもね、あの夢が一番私は皆さんの実感としてあのいいんじゃないかなと思います。それで、有識教学では、ね、この世界もあなたがね、見ている夢もあんまり変わりませんよと、まあ、これで納得できるかどうかですけどね、まあ、ここをちょっと分からせるために、まあ、ちょっとこの後、まあ、次の講義ももう一回この話を続けたいと思うんですけどね、夢や境などとは、これ境、ね、これだけじゃないから、これ以外のなんか例えがあったらいいけど、まさにこの人生は幻であり夢なんです。これはね、お釈迦様が悟り開いて分かった真理、お経にはいろんなところにありますね。悟り開いた人は人生は夢だと分かります。もしくは臨終だったら分かる方もあります。あの秀吉でさえも分かったんですからね。私たちもね、死を真面目に見つめたらこの人生は夢であることがね、分かる人もあると思います。分かる人は私は逆に幸せだと思います。分かるからこそ仏教を求めてね、本当の幸せを求めますから。これ分からない人は臨終まで分からない。臨終だって分かっても、まあ、ちょっと手遅れですけどね。釈尊は人生は夢だとおっしゃった。で、あの豊臣秀吉もね、梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身かな、何話のことも夢のまた夢。あのね、彼が一代成し遂げた、やってきたことはみんな夢の中で夢を見ているようなね、儚いものであったと、こういうふうにね、秀吉は臨終、まあ、寂しく死んでいっておりますけど、実は仏教では人生もね、皆さん見ている夢と同じなんだと。で、でも夢と大きな違いは、私たち夢はね、あのはっきり言えばあの意識の乱舞と言われますね。夢いろんな説明しますけど、仏教では一応ね、はっきり説いてます。
夢というのは、あらやしきに今まで収めてきた豪州寺がね、ストーリーを作るんです。勝手に、ね、ストーリー、それがもうごちゃ混ぜになります。現在の人と過去亡くなった人が出てきたりね、時代が全くね、はちゃめちゃになります。場所もね、全然違う場所で突如ポッと現れたり消えたりするね。まあそれは普通は全くね、あの自分が過去にあらやしきに収まっているものでストーリーを作ります。ちなみに夢というの仏教は割と面白いのはね、これはマナ式でもあらやしきでもない意識の働き。もちろん意識はあらやしきの影響を受けてね、そしてあの意識の乱舞なんです。あの乱れ舞うと、まあ、これ仏教じゃないけどある人が、あの夢というのは意識の乱舞と言われますね。乱れ舞うと書きますけどね、こういう表現した時は乱舞。あなたが勝手にね、あのでも自分の思い通りはできませんけどね、乱舞なんです。ストーリーをあなたが作るんです。でこれは意識のね、浅い時に、眠りの浅い時に起きます。あの熟睡したらね、夢は見ません。めったに見ないけど、たまに最近見ましたけどね、あのこれはあなたの業が生み出すんです。だから夢もね、無関係に起きるものはない。ちなみにお経にはね、いつも皆さんがね、自主を実践していたら熟睡できて目覚めも良いし、ね、悪夢を見ないとお経にあります。逆にね、いつも人を責めたりね、悪をいっぱい作ってる人は悪夢を見ると。だからね、悪夢見ないためにはね、いつも仏教を聞いてね、自主の実践をしていけばね、私もほとんど悪夢今見ないです。これは仏教のおかげですけどね、悪い夢見ません。夢も決してあなたの荒屋敷の今までの業がね、作るんです。これ勝手に作れませんからね、やっぱあなた今までの業が生み出していろんな世界を作る。この世界もそうですよ、思った通り作れないんです。やっぱり因縁は業ですから、だから勝手に作れない。これ夢と同じ、この世でもね、あなたの思った通りこの世界変えれないんです。そういう種まきたら変えれません。夢も同じで、誰もが夢なんかね、いい夢を見たいと思っても実際は変な夢を見たりね、悪い夢を見ることはある。それはあなたの今までの荒屋敷に収まっている業収事がね、いろんな業が過去にいっぱい収まってきたり、それをねこねくり合わせてなぜかストーリーを作ってしまう。だから意識の乱舞なんです。で眠りが浅い時に夢を見ます。だから大体起きる直前だからね、起きた時はあのもう夢が、もう眠りが浅い時に夢を大体見るんです。これが一つの特徴ね。で夢はね、あくまでもあなたの今までの種まきが生み出したね、変な夢ですけど、地獄も同じなんです。死んだ後の地獄もね、お釈迦様は夢のことをしておっしゃって、あなたの業が生み出す世界だからね、それと同じでこの人生もね、夢のようなものだと言うんです。人生も同じ。これ有志といったら正しきのみだからね、なかなかこれ信じがたいけどもね、仏教で結論から言ったらね、夢の中でもこの世と同じようにね、一定の夢にあっては日常と比べて異なるあり方であっても、それなりの秩序がある、それと同じであるというのがこの答えです、ね。政治改修な我々の世間ごとに対して背いている有識の教えは、私たちの常識とは違うと思うけども、その気持ちも分かります。我々は外界実在論者、外界実在論者、世間的常識の立場から言ったら、物があって世界があって、私を苦しめるのは会社であり人であり、社会だと思いがち。だから悪を作るんだけどもね、仏教ではあなたの心が生み出すんだと、あなたの行いが生み出すんだと教えるんですね。夢なんかは完全にね、あなたの一人芝居です、ね、これだけは言えませんよね。人のせいできない。夢は自分でしか見ないから、他の人はね絶対わからない、私にしか見ない夢ですよね。だから出てくる登場人物は全部ね、絶対私の影なんです。嫌なやつが現れたからといってね、現実の人を探してお前俺の夢でこんな悪いことやったぞと言ったらおかしいですよね。もしプーチンが出てきたらね、憎たらしいかもしれませんけど、
そのプーチンができたら私の作ったプーチンですから、恨んでも意味がないんです。だから夢の中は全部あなたの一人芝居なんです。こういうふうに地獄もそうです。だから地獄でもね、あなたの心が生み出すから、やはり行いを気をつけなければならないんです。で、夢と現実はね、結構違うように見えるけどもね、仏教ではっきり言いますとあまり変わらないと教える。夢にあっては確かに普通一般日常と比べて異なるあり方、ちょっと違います。異なるあり方をね、確かにね、あります。もう場所と時間がもうめちゃめちゃですからね。今の現代に古い昔の人が出てきたりね、場所でポンポン飛んだりとかね、もう全く時間も空間もね、ちょっと秩序はないように見えるけども、そういう点はちょっと違います。この現実世界はある程度ね、一定の時間的空間的秩序があるのは本当、ね、これ私否定しませんよ。一応仏教では客観的事実、まあ、あります、何回も言いますけどありますけどもね、あなたが思っている通りに外界はないというのが仏教の意味です、ね、外の世界ありますけども、私たちはこれに執着してね、私の見ている外界が正しいと、俺の考えが正しい、俺が見ている、ね、世界が正しい、ね、絶対政府が悪い、ね、あの国が悪い、ね、こいつが悪いと、こう決めつけてるところに問題があると、思い込みに問題があることをね、破るためにこの有志の教えを解くんです。だからある意味ね、全くこれ否定しないんです。だから方便としてはね、これを言う場合もあります。例えばね、あのクシャロン、あの有識に仏教にはね、大きく大乗仏教では2つの心理学があります。仏教学、概論が、有識が一番完成されたものね、この一つ手前に仏教ではね、クシャロンという教えがあります。クシャ、これ結構日本に大きな言い方が出てますよね。クシャロン、これは有意識のが生まれるまでのね、一つ手前の仏教心理学、クシャというのがあります。昔からね、有意識3年クシャ8年といってね、これいろんな意味があるんですけど、有意識をね、クシャは8年勉強したら有意識は3年でマスターできると、これいろんな言い方があるんだけども、こう言われてね、だからクシャは8年学んだら有意識は3年で学べると言って、仏教では普通ね、このクシャ論をね、これものすごいもう膨大なもんですけど、これを基礎にしてこれを学ぶんです。これは仏教の常識、ほとんどの人がいないけどね、一応私も無理やり勉強しましたけど、ね、クシャが仏教の基礎学、ね、これをベースにしてこれが完成したんです。あの世親菩薩、天智菩薩はこれのプロで、この教えは天人が悟るまでの、悟る前の本なんです。で、悟ってこっちに変わったんですけどね。で、これも結構ね、今の科学に合致してます。まあ、ちょっと問題もあるけどね。でもかなり仏教の膨大な教えをね、きれいにまとめてます。で、この教えはね、まず物があって、次心なんです。これが私たちね。まず世間があって、まず地球があって、私が生まれてきたというね。まず物が最初にあって次心があるとね、これがクシャの特徴、有識は逆ね、心があって次物があるんです。これが大きな違い。有識はまずね、心があって物はね、あの相分といって心の対象なんです。物はあくまでもね、心の映像だと教えるんです。でもこんな難しいからね、方便としてはね、まずあなたが見ている通りに外界がありますね、あなたに譲ります。本当はそうじゃないけどもね、まあ、一応あなたが見てる通り一応認めましょうと。まず物があってね、まず地球があって人間があって、そこに私が何か宿るような、まあこれは私たちね、聞きやすいんです。だからクシャ論はね、学びやすいんです。有識は苦難と言われますんで、もうなかなか理解できないから苦難義ができたんです。だからまずは仏教ではね、クシャ論をしっかり勉強して仏教の常識を学んで、まず物があって心、納得納得と、である程度仏教理解を深めていくとね、本当なんだろうかと、本当に外界は私を離れてあるんだろうか、ない、悟ったらね、いやここはやっぱり変えればならんということで、クシャ論から有識転向して、まずただ識のみ、この識の対象は相分でありね、外界実在論はこれは正しくないと、
方便としてはいいよ、方便としては。初めからは、まあ、言うしてわからないんで、最初はこれが我々の超常識。生まれる前からもね、ずっと過去の歴史、私たちずっとこれで生きてきたんで、だから苦しんでるんです。私たち苦しんでるのは外界実在論者、私以外に世界が社会が、ね、人が私を苦しめている、物が私を苦しめている、こういう考えね。それを打ち破るためにあなたの心に原因があると。人のせいにして絶対苦しみはなくならない。自業自得が仏教ですから、それでこれを破る必要があった。世間的常識の立場を打ち破るために有意識の教えがあります。で、夢の例えで、ね、あんまり変わらんけど、あまり変わりませんというのが答えです。あんまりね、現実世界とちょっと違うけどもね、日常と比べたら異なるあり方でやってもね、夢の中でもね、一応場所もあるしね、一応空間時間も一応あるんですが、まあ、ちょっと違うけどもね、皆さん夢を見て思い出してください、ね、やはりね、一定の、ね、時間空間的なもの、秩序が一応ね、夢の中でもありませんかと、ね、厳密にね、あの真面目に見つめたらね、そんなに変わらないと私は多分ね、分かると思います。また悟ったところで分かるんですね。悟った人は夢とあんまり変わらないというふうにね、絶対言うはずで、悟った人は本当に夢ですから、人生は臨終になって分かる人が多いですけどね、できれば生きてる間にね、夢みたいなもんだから、求めるべきはね、外界のね、金とか名誉とかじゃなくて、心が大事。心が生み出される心をね、やっぱり思いやり、温かい心、優しい心を起こしていくようにしないと幸せにはなれないということを分かっていただきたいんです。でも私たちは苦しみを生み出すのは外だと、外の世界が私を苦しめている、ガタに分けてガタピシでね、他が私を苦しめる、ね、人が私を苦しめるという考えね、これをぶち破らねばならない。それで、この教えがあります。で、話を戻しまして、じゃあ我々外界実在論者はどう思うかといったらね、まずこの世にも一定の場所がある、一定の時間がある、特定の時間や場所がある、これを私たちは過去世から今日まで体験してきた、ね、で実際場所もあるし時間もね、過去現在未来とあるじゃないか。また同じ時や場所でね、複数の人が同じ風景を見たり経験したりするじゃないかと。桜が咲いていたら、一緒に友達と行ったらね、誰が見てもこれはね、ひまわりじゃない、桜だと、こういうふうにね思うということは、実体がある、見ている通りにね、同じあいつもいた、一緒にね、時と場所では同じ複数の人が同じ経験してるからね、この体というものでね、実際あるんだからね、外界は実在している。また今このね、指示棒マジックもね、誰が書いてもこれはマジックであり、誰が使ってもこれ指示棒じゃないかということで、いわばこれ働きね、具体的な働きがこの世にはあるじゃないかと。で、4つの現実経験が成り立つのかという質問が、実はこのね、2番目の質問なんです。で、それは夢でもこれと同じようなことがありませんかと。まあこの説明はちょっとね、弱いかもしれません。夢と違う言われたらちょっとね、答えがないんだけどもね、まあお釈迦様これしかないのかも分かりません。死後の地獄でもね、死後の世界でもね、実体がないんで、私たちのこの生命というものは無我なんですね。だからなかなか分かりにくい。私たちは古い歴史でもうね、迷いの歴史がありますから、聞いても聞いてもどうしてもね、外界が実在するという意識経験があるだけというのがね、これ根強いね、迷信なんです。だからやっぱり仏教をね、何回も何回も聞いて、やはり、仏教で知恵をね学んで、これを学ぶしかないのかも分かりません。で、これでちょっと私ね、ある方からね、ちょっとこういうこの質問ちょっとしたところね、答えてもらったがあるんで、それをちょっと皆さんにね、紹介します。まあ、LINE である方は、まあ、ない方は別にいいですよね。ちょっと口で言いますから。私、この質問ね、
また質問したいと、この同じく信心決をしておられて、あの信心と有識をねものすごく学んでいる方なんですね。私よりも深く有識を学んでおられて、結構この常識の方結構読んでおられたんで質問させてもらったんです。まあ、鶴田義美先生方がちょっと質問をさせてもらって、その答えがねこういう答えだったんですね。なかなかあのこれあの、皆さんに送ったのは2番目のねレジュメ資料の後半の部分にこういうふうな文章でちょっと教えてもらいました。まあ、ちょっと、読んでみますね。まずこれ書いてある通り言われてますね。まずねこの問いというのはね、外界実在論者、世間的常識の立場からね見たら、もし意識を離れた外界が実在しないのであれば、ね、一応仏教では外界は実在しないとしていますね。これが一応有識の教え。じゃあ質問としては、特定の場所、特定の時や場所に限ってしか体験できないことがあるじゃないか。また同じ時場所では複数の修行が共通の風景や事物を体験することもあるじゃないか。これが真ね、生じ真、そして最後は有は働きで、経験する出来事にはね具体的な働き、ね、何事も具体的な働きがあるじゃないかと。常識論では4つのね事柄を挙げて、これが実際にあるじゃないかというね質問なんですね。でこの4つの現実経験が成り立つはずであるというね疑いに対して仏教では反論いたします。有識はこう言いますね。明らかにね、外の世界の実在とは無関係にね、意識内の経験に過ぎない夢の中であってもね、この4つの事柄は成り立つと、ね、これは実はあなたのね夢をよく見るとね、これもありますよと言うんです。夢の中ではね、これ人生とあんまり変わりませんから、ね、これが現状三蔵の反論なんですね。夢の中でもこの世とあんまり変わりませんというね、こう反論であります。でこのねこの問題って何かと言ったらね、夢の中の経験が 目が覚めた時のね、経験とね同列に論じられる、夢と人生は同じだと同列に論じられる点に違和感を感じます。違和感、本当かな、不満を感じます、ね。まあ、これはこの後のね苦難の7番目にもね似たような質問があります。無覚相違なんて言いましてね、夢が覚めたら現実と夢が違うじゃないかということで、7番目にまた今度いつか、まだいつか今度また話しますけどね、それにもこれと同じような質問が出てきてるんですね。まあ、こういう問いは誰もが抱くと思います。ただね、まあ、この方もうずっと有識もう何十年と学んできた経験からね、あとまた真実信心を体得した経験からおっしゃるんだけどね、まあ、有識をね学んでいくと分かるんですね。ただ長年有識を学びながら、この日常生活における自分自身の心の状態ね、信心決をして、そしてね自分自身の心の状態変化などがね、やっぱり客観的に見れますから、ね、客観的にね、完成できるようになってくると、やはりですね目が覚めた時の意識状態と夢の中の意識状態はねさほど大きな違いはないと、やっぱり釈尊のおっしゃったねこの例えは正しいと、これ多分悟った方はみんな言うと思います、ね、やっぱりそうだなとね実感としてもこれは感じると。覚醒時の意識状態は夢の中の意識状態とはさほど大きな違いはなくね、脈絡のない、ね、この世でもね脈絡のない極めて不確かなもの、自分の実感としてはね、この世界もそうだし夢もね同じように感じてしまう、これは皆さんもね心を見つめたら多分このように私は感じると思うんですけどね、気づくようになりました。で仏教ではね意識はね一瞬一瞬ね生まれては滅するんです。ものすごい勢いで心はね刹那滅と言いまして、瞬間瞬間心は生まれては消え、生まれては消えをものすごい勢いで仏教ではね心は消滅変化していると教えます。すごい勢いでね刹那滅の、あり方して、それが実感できるようにもなりますし、そうするとね、
今まで常識的にね実感されてきた、時間や場所の実在性ね、場所や時間が本当にあるのかとね、この固定的持続的な実在感覚というものはね、間違いなくこの場所がある、時間がある、今があると言ってもね、実は曖昧なもの、あやふやなものね、まさに空ですから、無我ですから、実はね固定的持続的な実在感覚というものは、実はね曖昧なものであると感じられるようになると。で、結論は結局ね、外界のね実在性というものもね、これは今までの、ね、意識経験で、過去の長い歴史で意識経験で、ね、私以外にものがあるというのがね、もう根強く私たちはずっとね業種にあるんですね。単なるね外界に実在するというね、この、意識経験があるだけなんです。そう感じるだけであって、ね、あなたが思うだけであって、実際は思っている通りにあるわけではないんだということ。まあ、つまりね、結論から言ったらこれですよね。外界が実在するというね、意識経験がありあやしきにあるからそうね思えるだけであってね、意識の外に意識を離れて外界があるということもね、これはあなたの過去の意識経験から成り立つことであってね、この外界の実在性もね意識を離れてはない。真実から言ったら、皆さんが外界のね物柄の認識は必ず主観を通して、あなたの心を離れて外界はないからね、どんな外界もあなたの意識で捉えた世界だから。これ先ほど言ったようにね、養老孟司さんや利根川進さんが言っているようにね、我々の認識は全て、映像だというのが今のね最先端の脳科学でもあります。映像ですから、だからあなたが思っている外界ですから、ここはね今の仏教とも一致します。だから、ね、夢のようなものだというのがねやっぱり正しいです。だから幸せはね金とか名誉とかね、なんかね外界のものに執着していくら手に入れても虚しいだけです。その時は誠だと思ってもね、時間経ったら何だったんだろうかと。まさに過ぎ去った人生考えたらどうですかね。写真見てみて、私思うのはね、昨日見た夢と過去にあったことは、私は分からない、感じを違いは感じません。実際見た夢と過去にあったことを思い出したらね、これ混ざることもあるかもしれませんよ。見た夢と過去にあったことがね、なんかあんまり変わらないと。これが私の実感でもありますけどもね、やはり人生というものは私はまさに夢だと思います。夢だからこそね、仏教では夢から覚める世界、夢から覚醒した世界、仏教では悟りと言いますけど、まあ、それはやはりね求めていただきたいというね、ことで、まあ、こういう例えを説いたのもね、玄奘三蔵が有識を体得してもらいたいためにね、こういう難しい本を書いて我々に幸せを念じてね教えてくれたんだと思います。でこれをね、この後もう少しね、詳しくお話したいと思います。じゃあ休憩です。